必殺技。今日はパパとオー君で必殺技対決をするよ。どっちが強いのか見とけよ。今日こそ距離をつけてやろうじゃないか。子供が大人にかなうなんかあるわけないんだ。大人の力を見せてやる。不思議。僕も負けないよ。じゃあ奥必殺の対決いくぞ。ラウンド1ファイト。オープンよ。不思議。変身した。俺ら変身した。うわマッチョになった。マッチョになってる。マッチョになってる。なんか出る。めちゃくちゃ HP 減ったぞ今ので。このカミカミコーヒー超いって。ちょっと待ってこれ。本当に噛んだからよだれがついてる。もう何すんだよ。よし、じゃあ次お父様の反撃だわ。いいぞ。うわ、ほとんど HP が減ってない。ゴリラ体力すっごいある。感じだ。次はオープンだ。来い。めっちゃ動いてる、めっちゃ動いてる。噛まれたんじゃないこれ。じゃあ次の必殺技だ。次の必殺はパパ超強いからね。負けねえぞ。ラウンド2ほい。よし、次はパパの番だ。HP がめちゃくちゃ減ってるぞ。もう一発だ。とどめの一発だ。おい、よーし、やったやった。 You win Round 3。 よし、パパが勝ったぞ。次、いきますよ。 Round 3 ファイト。次は奥君から。マシンガンビーム。もう一丁マシンガンビーム。普通のマシンガンビーム。バリアやばい。結構バリアで防いでるけど HP 削られちまったぜ。バリア割れちゃった。やばいぞマシンガンビーム。ウォー君の連打攻撃がものすごいラッシュが来る。もうずっと HP 削られてたんでね。バリアしてもバリーンってオープンパンチでね破ってくるし。死亡じゃびょん。
じゃあこの第4ラウンドはパパ絶対に負けない超超必殺技出すからね。あれを出すよ、みんな見ててよ。ラウンド4ファイト。サンドを出すぜ。いけパパのスタンドパンチドーン。バイヤー。うわ、パパのスタンドパンチが効かない。マシンガンビーム効かないな、パパのスタンドが全部防いでくれたぜ。マシンガンビーム効かないな。どうパパのパパのスタンドめっちゃ強いでしょ。よし、次はパパのスタンドのダブルパンチだ。いけドーン。よっしゃ、結構いいダメージ与えたぞ。よし、もう一個、次はパパのスタンドキープ、オラー。よーし、けどね、このパパのスタンドね、最強なんだけど1分間しかね、出すことができないからね。やばい、オウ君もう少し HP が残ってるし、これ起き上がるぞ、起き上がるぞ、やばいぞ。もうパパのスタンドが、ああ消えちゃった。やっべ、もうここまで HP 削っているのに。コサルマシンガン、やばいやばいやばい、コサルマシンガン、マシンガン、やばい、もう少しで勝ったとこなのに。よし、最後のあの力を振り絞って、コサルビーム、おお、コサルビーム、ガシガシガシ。よし、よし、勝った勝った、 You win。パパのおならチート級さ。もう出ないよ。もう早速装備してる。よし、これで2対2だ。このパワーを食べてスタートダッシュ攻撃だ。なんかいった？え、なんでもないです。あれなんだ。ラウンド1ファイト。うわー、先制攻撃。よし、これで有利だ。コサロスタンド、あ、やばい、コサロスタンドは、うわ、オークもちゃんと出せるんだったんだ。いけ、コサロ。コサロは帰った。やってくれ、チャカチャカって。 You win コサル。あー、コサルの小猿のスタンド最強だね。めちゃくちゃ強かった。じゃあ今日の親子対決はこの辺にしといてやろう。3対2です。オークに負けるとは、オークに負けるとは。成長したな、オークの父を超えるとは。今本気出した。そう、おなら攻撃もいっぱいしたし、タバコスタンドまで出しちゃったよ。オーク、次まだ攻撃あったの？必殺技あったの？これ楽しい。パパも疲れちゃったよ。準備 CC なんだけど、ね、大丈夫だよ。大丈夫よ。スタンドがね、ものすごいね、リアルでかっこいいでしょ。パパの分身だからね。オープンも分身。オープンもね、最近ね、徐々に奇妙な光景にね、ハマってます。はい、サンブが一番好きです。パパと一緒、誰が好き？ちょっと、あ、一緒か。私もサンブが好きだけど、ひろちゃん声だけちょっと、あなたちょっとおじいちゃんさ、現れなさい、現れなさい。ほら、いるよ、いるよ、いるんだよ、ひめちゃん。ずっと見ててね、なんか笑ってたの。ちょっと僕も来るよ。ちょっと出なさい。そう、あ、ワンちゃんか、忍びのものか、黒いちか、ひめいち。いや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 。それで、ちなみに、はい、私も好きな部はサンブだけど、おじいちゃんでさ、ヒント、サンブの中で一番好きなキャラはザセブジョーさんだけど、一番好きなキャラが多いのは第5部なんだって。そう、で第5部の誰が一番好きなの？いや、もうね、あの、ひめちゃん語り出したら止まらないので、ね、暗殺チームのリーダー、リゾットネイロが一番好きです。ね、ひめちゃんね、もう語り出したら止まりません。オークもね、最近好きでね、なんかね、徐々に語り出すとね、急に私早口になるんだよ、ね、頭の回転が早くなるんです。じゃあね、もう今回ね、この辺りで終わります。終わります。はい、徐々に奇妙な冒険ね、めちゃくちゃ面白い漫画なのでね、ぜひぜひみんなも読んでみてね。読んでみてね。はい、ということでね、今日はね、パパ VS オークンのね、バトルをやりました。はい、オークンの勝利です。またねー。
バイバーイ、バイバーイ、サルスタンド。ザワールド、いや、ザ、え、作業員が上達するときにその効果音がザなんだ。ザ、よし、じゃあね、視聴者の中にも上達好き絶対いると思うからね、タバコスタンドもう一度出すからね、見ててよ。おサルスタンド、おお、正解は